初代ウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトンは、イギリスの政治家、貴族、ノーサンプトン伯爵家の第三子として生まれた。1698年に、ホイッグ党の庶民議員に初当選して、政界入りした。ロバート・ウォルポール内閣で、閣僚職や庶民院議長を務めた後、1742年のウォルポール退陣に際して、後任の第一、大蔵卿となったが、これは名目上のことであり、第2代カートレット男爵ジョン・カートレットやウィリアム・パルトニーらが実権を握っていた。翌1743年に首相在職のまま死去した。1728年にウィルミントン男爵、1730年にウィルミントン伯爵に叙せられた。1674年頃、第3代ノーサンプトン伯爵ジェームズ・コンプトンの第三子としてコンプトン・ウィンエッツで生まれる。母は第3代キャンプデン子爵バプティスト・ノエルの娘メアリー。名誉革命の招聘者の一人でロンドン主教のヘンリー・コンプトンは叔父にあたる。セント・ポールズ・スクールを経て1687年にミドルテンプルに入学。1690年2月28日にはオックスフォード大学トリニティカレッジに進学した。1695年イングランド総選挙でイーストグリンステッド選挙区から出馬して敗れた後、1698年6月にアイ選挙区から選出されて、ホイッグ党所属の庶民院議員となる。彼の家は代々トーリー党であったが、彼自身は兄ジョージとの個人的確執もあって、ホイッグ党に転じ、1698年に作成された議員リストではコート派とされ、1701年にロバート・ハーレイが作成した議員リストではホイッグ党とされた。1704年1月に酒税法案に反対する演説を行うなど経験を積み、ジョン・スミス、ハーティントン公爵ウィリアム・キャベンディッシュ、ロバート・ウォルポールなど政治盟友を増やして、ホイッグ党内の重鎮になった。1704年10月には、会期開始間近にもかかわらず、ウォルポールが父として地方からロンドンに戻らなかったため、業を煮やして、ハーティントン卿が引き続き痛風を患っており、スミス氏がカタル性炎症で目を患っている状況で、ウォルポール氏が欠席したら、哀れなホイッグ党は指導者の不在で、すべての優勢を失うとウォルポールに党員を促す手紙を出し、ウォルポールを議会の開会に間に合わせた。1705年10月25日の庶民院議長選挙で、ホイッグ党候補のジョン・スミスに投票した後、11月7日の選挙委員会議長選挙で、ホイッグ党の候補として出馬、トーリー党の初代準男爵サー・ギルバート・ドルベンに勝利した。その後も政府を支持。1707年にはスコットランドとの合同法を通過させることに貢献した。この頃にはスミスが議長を退任した場合の後釜として挙げられるほどの名声を得ており、1707年3月に年金主計官に任命されたほか、1708年2月にハーレイの派閥が官職を辞任すると戦時大臣への就任が噂され、続いて11月にホイッグ党の候補として、庶民院議長選挙に出馬するとの噂が流れた。しかし一方で1707年に大蔵卿ゴドルフィン伯爵を支持して一時はジャン党と対立。1708年に和解したものの1710年イギリス総選挙で後援者のコーンウォリス男爵に外される一因となった。その結果、コンプトンは1710年の選挙ではコーンウォリス男爵の支持を受けられず、同年のヘンリー・サシェベレル弾劾裁判で人気を失ったため、他の選挙区で出馬することを選ばず、議員を退任した。選挙の後に成立したハーレイ内閣では、年金主計官に留任したほか1711年1月に400ポンドの年金を与えられたが、1713年夏に年金を放棄、その直後に、年金主計官を解任された。議員としてのキャリアが一時的に途切れたこの時期に、イーストボーン近くの領地を購入し、1713年に同州のイーストグリンステッド選挙区から再当選した。1714年8月にスチュアート朝のアン女王が死去して、ドイツ系のジョージ一世が即位すると、この新王朝を支持した。ジョージ一世がホイッグ党を徴用したことで、ホイッグ党は政権を握ったが、コンプトンに即座に見返りがあったわけではなかったため、1714年10月には不満を感じて地方に向かったとされた。しかし、見返りはすぐに与えられた。1715年イギリス総選挙でサセックス選挙区とイーストグリンステッド選挙区の両方で当選してサセックス選挙区の代表になることを選択したが、その後の議会召集に際して全会一致で庶民委員議長に選出され、1727年7月の庶民委員解散まで在職した。1716年7月6日には枢密顧問官に列する。1717年から1720年まで、ジョージ一世と王太子ジョージが仲違いしたとき、コンプトンは王太子と昵懇だったこともあり、盟友のウォルポールと共に野党に転じ、1720年の南海泡沫事件では、ウォルポールと共に王太子に、泡沫会社の総裁に就任しないよう助言した。しかし、1721年に、ウォルポールが第一、大蔵卿に再任すると、二人の立場の違いが強調される形となった。すなわち、ジョージ一世の治世では、ウォルポールの座は安泰と言えるが、いずれ王太子ジョージが国王となった暁には、ウォルポールの代わりに、コンプトンが首相に任命されることが明らかのであった。そのため、ウォルポールは当面の対策として、1722年、イギリス総選挙直後の庶民院議長選挙でコンプトンの再選を支持し、彼を内閣政治から締め出した。また強欲な性格につけ込んで、彼をウォルポール・タウンゼンド内閣の陸軍支払い長官に任命した。陸軍支払い長官は身入りの多い官職であり、コンプトンはこの官職から10万ポンドを蓄財したという。1725年5月27日には、バス勲章を授与された。ジョージ2世の肖像画。チャールズ・ジャーバス作、1727年。サー・ロバート・ウォルポールの肖像画。アーサー・ポンド作、1742年。1727年5月に、ジョージ1世が死去して、王太子ジョージが、ジョージ2世として即位すると、ジョージ2世はウォルポールに対し、コンプトンから支持を仰ぐよう命じた。しかし、ジョージ2世の枢密院への勅語を起草するよう命じられたコンプトンはウォルポールに助けを求めるというありさまであり、キャロライン王妃やフランスのアンドレール・キュールド、フルーリン枢機卿もウォルポールを支持した。ウォルポールが王室費を80万に増額することを庶民院に認めさせたこともあり、最終的にはジョージ2世はコンプトンを首相とすることを断念して、ウォルポールを引き続き首相として重用していくことにした。続く1727年イギリス総選挙の後、コンプトンは1728年1月にグレートブリテン貴族爵位ウィルミントン男爵に除せられた。この除爵は第一、大蔵卿の官職を辞退したことへの偏方と見る意見もあるが、コンプトンは後にウォルポールが性的になり得る自分を排除するために仕組んだもので、あると主張した。これによりコンプトンは庶民院を去ったが、一方でジョージ・ドディントンなど真っ先にウォルポールを見捨ててコンプトンを支持した者もおり、コンプトンは彼らとのつながりを築くこととなった。1730年2月10日、第3代準男爵サー・ウィリアム・ウィンダム率いる野党が突如、フランス王国のダンケルク港が修復された証拠を議会に提出して、政府を追及した。このことが1713年のユトレヒト条約で禁止されていたこともあり、議会は騒然となり、ウォルポールは議会での多数を失う危機に陥ったが、その後釜としてウィルミントンの名前が挙げられたという。ウォルポールとウィルミントンがこのようにライバル関係であったため、ウィルミントンが1730年5月8日に王子少佐に就任。その6日後にグレートブリテン貴族爵位ウィルミントン伯爵に除せられた時はウォルポールの意思ではなくジョージ2世の意思とされた。さらに1730年12月31日にはトレバー男爵の後任として枢密院議長に任じられ、ウォルポール辞職までこの地位にあった。1733年3月から4月の消費税法案危機をめぐり、ウィルミントン伯爵が野党に組みするとの噂が流れると、ウォルポールはガーター勲章の授与を約束して、ウィルミントンを引き止め、ウィルミントンは同年8月22日にガーター勲章を受けた。貴族院においてはほとんど発言しなかったという。1730年8月5日に DCL の学位を授与されたほか、1739年に創設されたステゴ養育院では初代総裁の一人を務めた。ウィルミントン伯爵内閣の事実上の首相であった第2代、カートレット男爵ジョン・カートレット1737年にシャーロット王妃が死去した後、ウィルミントン伯爵は再び首相就任への野望を燃やした。例えば、1739年に対スペイン戦争をめぐって内閣が分裂した時、ウィルミントンは国王の意見に同調して開戦を強く支持し、1741年2月に第2代カートレット男爵ジョン・カートレットがウォルポールの不信任決議案を提出した時は、閣僚にもかかわらず反対票を投じなかった。1742年1月25日には、ドディントンがウィルミントン伯爵に手紙を書き、14年前のジョージ2世即位にあたり、ウィルミントンが慎重すぎて国を誤ったと述べた後、ウィルミントンにウォルポール政権を転覆するよう求めた。そして、1741年イギリス総選挙に敗れて、求心力を落としたウォルポールは、1742年2月に辞職した。その後任として、ウィルミントン伯爵が第一、大蔵卿に任じられたが、すでに健康を害しており、当時名簿のあったカートレット男爵が内閣の実質的指導者となった。ウィルミントン伯爵内閣の最初の問題は、ウォルポール前首相の不正行為を議会で追及するか、否かだった。同内閣には、カートレットやウィリアム・パルトニーなど、反ウォルポール派が入閣していたが、初代入閣する公爵、トマス・ペラム・ホリスやヘンリー・ペラム兄弟らウォルポール旧政権からの閣僚も参加していたため、結局ウォルポールに対する責任追及の機運は高まらなかった。ウォルポール政権末期に発生したオーストリア、継承戦争をめぐって、国王ジョージ2世とカートレットは、ハノーファーを重視し、1743年にも軍の直接指揮を取るべく大陸に渡っていったが、ウィルミントン伯爵は二人の不在の間の1743年7月2日に首相在職のままロンドンのセント・ジェイムズ・スクエアで死去した。首相在職期間は約1年半ほど重要な政策に取り組むこともなく死去した。死後、コンプトン・ウィンエッツで埋葬された。結婚しておらず、子供もいなかったので、ウィルミントン伯爵位は彼の死と共に廃絶した。遺産は、おいで、兄、ジョージの息子第5代のオーサンプトン伯爵、ジェームズ・コンプトンが継承した。また、初出の娘を設け、その娘がサウスカロライナ植民地総督ジェームズ・グレンと結婚したとする文献もある。後任の第一、大蔵卿には、ヘンリー・ペラムが就任した。ペラムは帰国したカートレットとの権力闘争に勝利してその地位を固めることになる。ウィルミントン伯爵の名誉を称えて、1730年9月25日にマサチューセッツ湾直轄植民地で成立した町にウィルミントンが付けられたほか、1739年にノースカロライナ植民地の都市にウィルミントンの名前が付けられ、同年頃にデラウェア植民地でもウィリンタウンという都市がウィルミントンに改名された。1751年にはニューハンプシャー植民地総督ベニング・ウェントワースの許可を受けて同じくウィルミントン伯爵を記念するウィルミントンの町が成立した。ウィルミントン伯爵の邸宅であるコンプトンプレイス。英国人明治圏はコンプトンを庶民院議長として評価し、謹厳な物腰と、朗らかな声が、議員の尊敬を勝ち得たとした。また、議長就任中の逸話として、このようなものがある。ある時、一人の議員が、私には聞かせる権利があるのだから、議場を静かにしてくださいとコンプトンに求めると、コンプトンは、いいえ、あなたには話す権利がありますが、議会には、あなたの話を聞くか判断する権利がありますと返答したという。コンプトンの後任として、庶民院議長を務めたアーサー・オーンズローは、ウィルミントン伯爵を議長としては有能だが、演説の才能はなかったと評価した。ジョージ・ドディントンは1741年の手紙で、ウィルミントン伯爵に対し、あなただけがこの大事件を引き起こし、国を救うのになくてはならない才能を有していると褒めたたえた。しかし、英国人名辞典は、第一、大蔵卿としてのウィルミントン伯爵を決断力に、乏しく平凡な才能しかないと酷評しており、またウォルポールからは、老女と形容された。第2代ハービー男爵ジョン・ハービーも回想録で、ウィルミントン伯爵を大臣よりも事務官に適した人物であり、決議されたことを適切に実施する方法はよく知っているが、何を決議すべきかについては知らないことが多いと評した。キッド=キャットクラブに加入しており、会員としてゴドフリー・ネラーによる肖像画が描かれた。趣味は軽植物や硬貨収集などだったという。1726年にイーストボーンでコンプトンプレースという邸宅を建てており、コンプトンプレースは1949年5月27日に第1級指定建築物に指定された。1728年1月8日に以下の爵位に叙せられた。1730年5月14日に以下の爵位に叙せられた。ありがとうございます。